こんにちは。今日の切り抜きニュースは、学生の頃からのそういう、まあ、勉強っていうのはすごくできたんですか？いや、学生の頃はですね、そもそも授業に出席をしていなかったことの方が多くて、多分寝ていたか出席していなかったかで、自分で家に帰ってテキストを見て、で、質問があれば先生に聞きに行ってっていう、そういう感じの勉強をしていましたね。私の行ってた高校の偏差値とか30何歩とかそんなもんなんで。30代。あれなんですよ。英語のテストとか、アルファベットのなぞり書きとかですよ。勉強の必要ありますかっていう。まあ、そんな学校なので、普通にやれば、確実に上位の勉強のランクで言うと上位になるので、なので、多分高校1年生ぐらいまでは全ての成績が、まあ、一番上だったと思いますね。で、そっから全くやらなくなったので、先生たちの見方としては、もう、なんでっていう、一瞬大学考えて、た時があって、で、先生から勧められたのが確か防衛大勧められて、で、その防衛大の方がうちまで来てくださって、で、ぜひうちに入ってくださいっていうのをこう言ってくださった思い出があって、うん、その話もあった中でもうすべてをやめて、うん、ほぼ学校に行ってないような状況だったので、先生からはすごくどっかしら受けろっていうのはずっと言われてましたね。うん、ずーっと、うん。家の近くの高校に行ったので、進学校ではなかったそうです。そして、大学へは進学せずに就職したみたいですね。もし進学していたら、どうなっていたのか興味ありますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。終わります。はい、はい、千代田区の選挙に勝って、NHK よ。バイバーイ。はい、ありがとうございます。はい、どうも。